の曲にまたお歌いしました。ベニー・グッドマンの曲やったんですけども、ドラムのイントロダクション、あれはセカンドラインというリズムで、非常に現代的なリズムにベニー・グッドマンの曲が、ちょうど乗っかっているという、そういう感じの曲です。さて、声がだんだん枯れてきて、どうしようか、交代しようか。フロントはこれ4人ともバンドマスターなんですね。ちょっと喋ってくれ。この状況は非常に難しいです。完全に古谷さんの世界になっております。皆様、キリーズにようこそお越しくださいました。ありがとうございます。店側の人気でございますので、どこ行ってもですね。それではですね、次の曲の説明をしたいと思いますが、これももう古の名曲でございます。グリーンミラー楽団の。いや、違いますか、当てますよね、当てますよね、ストリング・オブ・パールズという曲でございます。バンド用語で真珠の首吊りという名前です。言っちゃダメですよ、で、真珠の首飾りでございます。皆様、それではバンドさん張り切ってよろしくお願いいたします。